遠の物語柳田国夫次は河童の話である遠野の川には河童が多く住んでいると言われている猿ヶ石川は特に多い松崎村の川端の家で 二代も続けてカッパの子をはらんだ者がいる。生まれたカッパの子は切り刻んで一生だるの中へ入れ、土の奥深くに埋めたという。そのカッパの子は人の子とは言えないような非常に周回なものだった。 カッパの子を産んだとされるこの女は結婚しておりその婿の里はにいばり村でありこれもまた川のそばの家であるその主人は人にその始終を語ったかの家の者一同がある日畑へ行って夕方に帰ろうとしたら 何者かが川のそばにうずくまってこちらをうかがいながらニコニコと笑っている次の日にもまた畑仕事をしに行くと昼に休んでいる時に同じことがあった日を重ねて行くうちに次第にこんな噂が立つようになった その家の嫁のところへ村のとある男が夜な夜な通っている。このうわさははじめには家のむこうが浜の方へダチンづけに行った留守のときだけにどこそこの男が嫁のところに来るというものだったが時がたつにつれてあからさまなものへと変化し甘つさえ 婿と寝たその晩にさえよその男が来るようだと言われるようになったそうして相手の男というのがどうやら村の人間ではなくどうもあそこの嫁は河童に見入られているのだろうという評判が次第に高くなったさてここまで噂が立ってしまうと 一族の者とて何もせずにいるわけにもゆかない。家の者は集まって夜に嫁を守ったけれども何の会もなかった。というのも母親も言って自分の娘であるこの女のそばで眠ったりもしたけれども深夜にその女の笑う声を聞いて。 やはり何者か来ているなと知りながらもいざそれを制しようとしても身動きが取れずどうすることもできなかったという。家の者たちが嫁とカッパとの仰せをやめさせようとしてもこのように不可思議な力が働いてそれを止めることができなかったのである。 この女のお産は極めて難産だったが、あるものが馬船に水をいっぱい入れて、その中で産めば安産できるというので、これを試したところ、最終的にはうまくいった。生まれてきたカッパの子には手に水かきがあった。ちなみに、 この女の母親もまた、かつてカッパの子を産んだことがあるという。どうも二代や三代の因縁ではないというものもいる。この家も豪家で士族である。尊壊議員をしたこともある。 上号村の家でもカッパらしきものの子が生まれたようだ。確かな証拠はないけれど、生まれたカッパの子は、その体の内側が真っ赤で、口が大きく。見ていて本当に嫌な気持ちになる子だったという。あまりにもいまわしいので捨てようと言って、 これをたずさえて、ふたつのみちのわかれるところ、おいわけにもってゆき、そこにおいて一けんばかりもはなれたのだが、ふと思いかえして、このいぎょうのいきものを、やっぱりうってみせものにでもすれば、すこしの金になったかもしれないと思って、そのみちちがいまでもどったのだが、はやくもかくされて、 姿が見えなくなくっていいたという。遠野にはこのように河童もまた多くいるとされるので川岸の砂の上で河童の足跡を見るのも珍しいことではない雨の日の翌日などは特にそうである。 猿の足と同じく親指は離れて人間の手の跡に似ている。長さは三寸に足らない。指先の跡は明らかに人間のものには見えないという。小柄瀬川のおばこのあたりに 深夜のうちという家がある。ある暑い夏の日、淵へ馬を冷やしに行き、馬を引く役目の子供が他の場所へちょっと遊びに行っている隙に、カッパが出てきて、その大事な馬を淵の中へと引きずり込もうとしたが、帰ってその仕返しに、 怒った馬の方に引きずられて、馬屋の前まで来てしまい、カッパはというと、水がないのでどうすることもできなかったらしく、馬船の中に隠れていたという。家の者が馬船が伏せてあるのを怪しんで、少し上げて覗いてみると、そこからカッパの手が出ていた。 村中の者が集まり、さてカッパを殺そうか、許そうかと話し合った。結局、今後は村中の馬にいたずらをしないという固い約束をカッパにさせて、これを話してやったという。そのカッパは今は村を去って、 藍沢の滝の淵に住んでいるという。この話に似たものはどういうわけか、カッパがいるという里には必ずある。さて、他の地においてはカッパの顔は青いというようだけれど、遠野のカッパは顔の色が赤いのである。 佐々木氏の曽祖,祖母が幼い頃、友達と庭で遊んでいたところ、三本ばかりあるクルミの木の間から、真っ赤な顔をした男の子の顔が見えたという。これは河童だろうということになった。ちなみに今もそのクルミは大木になってそこにある。 この家の屋敷の周囲はすべてクルミの木である。人に害をなす奇妙な存在はカッパばかりではない。和野村の貨幣というおじいさんが昔、漁で生地を取るために建てた山の狩小屋へ入って、 しとめようと待ち構えていた時のことであるいざ記事が出てきて歩き回るところへキツネがたびたびやってきて漁の邪魔をして面白半分にキジを追いかけ回したそうだあまりに憎たらしいのでこれを撃とうと思って狙っているとキツネはこちらを向いて 妙に平然としている。さーっと引き金を引いたけれども火がつかない。なんだか胸騒ぎがして字を点検してみると、筒口から手元のところまでいっぱいに、いつの間にか土が詰めてあったという。 さて、この貨幣おじいさんは、他にも不思議な体験をしている。というのも、六甲子の山へ入った時のこと。白い鹿に遭遇したのである。白鹿、つまり白い鹿は神なりという言い伝えが遠野にはあるので、この白い鹿を、もし傷つけて殺したりでもしたら、 必ずたたりがあるだろうと恐れる気持ちもあった。しかしながらこの人は名誉ある立派な狩人であるから世間から育児なしと笑われることも嫌だった。たたるならたたれ自分は白い鹿を撃つと心を決め思い切ってこれを撃ったところ。 奇妙なことに確かに弾が命中した手応えはあったもののこの白い鹿はこれまた平然として少しも動かずこちらをじっと見つめているこの時もまたすごく胸騒ぎがしていつも魔除けとして緊急の時のために用意しておいた黄金の弾を取り出し これによもぎを巻きつけて打ったが、白い鹿はまだ動かずにいる。あまりに怪しいので近寄ってみると、鹿の形によく似た白い石だった。狩りをしないものにとってみれば、これだけの話であろうが、考えてもみてほしい。数十年の間、 山中に暮らす者が石と鹿とを見間違うことなどあるはずもなくこの種の見間違いや思い込みは本当に気味の悪いものなのであるあれはきっと魔性の仕業だろうとこの時ばかりは漁をやめなければと思ったという。 これもまた同じカフェオじいさんの体験談である。ある夜この人は山の中にて小屋を作る時間がなくて、とある大木の下によって、真よけの三頭縄を自分とこの大木の周りに見めぐり引きめぐらせ、鉄砲を縦に抱えてまどろんでいたら、夜深く、 物音がするのに気がついた。見ると大きな僧意をまとったものが赤い衣を羽のように羽ばたかせてその木の小に追いかかっていた。この人は驚きさあと銃を打ち放せばその後また羽ばたいてこの謎の僧意のものは空を飛んで帰っていた。 だというこの時の恐ろしさはこの世のものとは思えなかったそうださてこの貨幣という人は3回もこんな不思議な目に遭遇しその度にもう鉄砲を撃たないと心に近い氏神に願掛けなどもしたけれど やがて再び名のある漁師であることを思い返して、結局、歳を取るまで狩人の仕事を捨てることができなかったと、よく人に語ったそうだ。ちなみに三途縄とは三途の川の縄。つまり、棺桶などをくくった縄とされる。 不可思議な出来事が、これに出会った者の,の人生を変えてしまうことは稀にある。小国の三浦何菓子という人は、村一番の金持ちである。しかし、今より二三代前は、まだ家は貧しくて、その時の家内の者は、少し他と比べて、愚鈍な立ちの女であったという。 このぼんやりとした女房がある日、家の前を流れる小さい川に沿ってふきを取りに入った時のこといいふきが少なかったので川をそのままさかのぼりより谷の奥深くへとのぼって入っていったさてふと見ると立派な黒い門の家がある。 こんな山奥に立派な家など怪しいと思ったけれど、つられるように門の中へ入ってみると、大きな庭に紅白の花が一面に咲き、鶏がたくさん遊んでいる。その庭を裏の方へと回ると、牛小屋があり、牛もまたたくさんいて、 馬屋もあって馬も多くいるけれども一向に人の姿が見えないついに玄関から家の中に上がってみると次の間にはあたかもこの人が客人として来るのを待っていたかのように首都黒とのおわんが置かれていた。 奥の座敷には火鉢があって、鉄瓶のお湯は今まさに沸騰しているところであった。それでも人影がないので、もしや山男の家ではないかと急に恐ろしくなり、この人はそのまま振り返らずに駆け出して家へ帰った。 さてさきにも述べたように少しのろまであるこの女房がよその人に山奥の謎の屋敷のことを語っても誰一人としてそれを本当だと思う者もいなかった。だがある日その人が家の目の前の川とつながる水路に出てきて洗い物をしている時に。 川上から赤いおわが一つ流れてくるのが見えた。あまりに美しいので拾い上げたけれどこのような野ざらしのものを食器に用いるのは汚いと家の者たちに叱られるだろうとこの人は思いそれならばと穀物を入れておく筆の中に置いて 雑穀を測る器としたそうこうしているうちに不思議なことが起きたこの赤いおわんではかり始めてからいつまでたっても雑穀が尽きないようになったのである家の者もこれを怪しんで女に問いただすと初めて このおわんを川から拾い上げたことを語ったこの家はこれより幸運に向かいついに今の長者の三浦家となったさて遠野にては山中の不思議な家を迷いがという迷いがに行き当たるのは 必ずその家の重機なり家畜なり何な,なりともかく何でも持ち出してくるべきなのである。この不可思議な家は招き寄せたその人に授けるためにこそこのような屋敷を見せるのである。女房が少し疎い人で無欲で何一つ盗んでゆかなかったので。 わざわざこのおわんが自ら流れてきたのだろうとも言える。迷いがにただ行き当たるだけでは金持ちになれるとも限らない。金沢村は白身のふもと。上平軍の中でも特に山奥で人の往来も少ない。 六七年前にこの村から土地内村の山崎という者が家の娘に婿を取ったさてこの婿はある時実家に里帰りへ行こうとして山道に迷い九段の迷いがに行き当たった山奥にある豪華な屋敷の様子牛 馬、鶏の多いこと、紅白の花が咲き乱れていたことなど、すべて前の三浦家の話の通りである。同じくこの婿が玄関に入ってみると、客人を出迎えるような様子で、お膳が取り出され、お椀が置いてある部屋もあった。座敷には、 鉄瓶の湯が沸騰していて今まさにお茶を入れようとするところに見え便所などのあたりには人が立っているような気配もしただがやはり誰もいないこの向こうは呆然として時間がたつにつれだんだん恐ろしくなりやがて引き返して ついに小国ではこの人の話を聞いて本当だと思う者もいなかったが婿として入った山崎の方では「それは迷いがだろう」「行っておわんの一つでも持ってくれば長者になれる」と言って婿殿を先に立てて多くの人が「 これを求めて山奥へ入りこ,こに門があったというところに来たけれども目に見えるものはなくむなしく帰ってきたというその婿が最終的に金持ちになったという話も聞かない。 山奥の不思議な館は他にもある。早知根は三影石の山である。三影石とは耐久性の高い石で、なおかつ美しいので、建材や墓石にも使われる。さて、この山の小国に向いている側に安倍賀城という岩がある。 険しい崖の中ほどにあってとても人などが行けるようなところではないだがここには今でも阿部貞藤の母が住んでいると言い伝えられている阿部貞藤とは平安時代の武将であるこの岩窟には 雨が降りそうな夕方など、岩屋の扉を閉める音が聞こえるという。小国、つくもうの人々は、安倍賀城の城の音がするから、明日は雨だろう、などという。これもまた同じ、早知根の山の、 つくもうしからののぼりぐちにもまた、あべやしきとよばれるがんくつがある。とにかくはやちには、あべのさだとうにゆかりのあるやまなのである。おぐにからのぼるみちにも、はちまんたろうのけらいがうちじにしたのをうめたというつかが、みっつばかりもある。 遠野には安倍の佐田島に関する伝説が多い。土淵村と昔は橋野と呼ばれていた栗橋村との境で、ふもとから二三里も登った山の中に広く平らな草原がある。そのあたりの地名に佐田島というところがある。 沼があり貞藤が夏の暑い日などに馬を冷やしたところだという貞藤が陣屋を構えた後だとも言い伝えられている景色の良いところで海岸がよく見えるつまりは 遠野の安倍の佐田に至っては、歴史上の人物というよりも、今現在も伝説の息づいている存在とされている。というのも、土淵村には安倍氏という家があり、これは九段の佐田の子孫だという。武将の子孫であるから、昔は栄えた家である。 今も安倍氏の屋敷の周囲には一般の家にはないような堀が設けられており水もきちんと通じている刀剣バグの類もたくさんある当主は安倍与右衛門という今も村では23番目ぐらいの物持ちで 尊会議員でもある安倍氏の子孫はこのほかにも多い盛岡の安倍建ての付近にも安倍を名乗る家はある栗屋川の柵に近い家がそれである土淵村の安倍家の四五町北に位置する 小枯瀬川の川隈に盾の跡があるなお八幡座の盾という八幡太郎の陣屋というのもこれであるこれより遠野の町への道にはまた八幡山という山があってその山の 八幡座の盾の方に迎える峰にもまた一つの盾跡がある貞藤の陣屋だという二つの盾の間は二十丁余り隔たっている矢を持って戦をしたという言い伝えもあって実際この場所から 矢の根が多く掘り出されたこともあるさてこの盾の間に似た貝という部落がある戦の当時この辺りは足が茂って土が固まらず鎧を着た猛者たちが通るとその地面がゆらゆらと揺れ動いたという。 このような人が住むには適さない場所にある時不思議な現象が起きた八幡太郎がここを通った時のことである敵味方どちらの兵糧なのかおかゆがたくさん置いてあったそうだこのような奇妙な粥のあるのを見て 八幡太郎その人が「これは仁かゆか」と言ったことからこの地は仁田貝という名が付いたというただアイヌの言葉で似たに近い似たとという言葉があるこの似たととはすなわち湿地や沼地を指すので 単に地形を意味する名前であるとも言えるこの似たい村の外を流れる小川を鳴川というこれを隔てて芦が村があるこれは鳴川で義家が足を洗ったので村の名となったという 今度は不思議な神にまつわる話である今の土淵村には大道という家が二軒ある山口の大道は当主を大洞万之丞と言うこの人の養母は名をおひでと言い,い弱い八十を超えて今も達者である 彼女は遠野の話の語り手である佐々木氏の祖母の姉である。さてこの人は不思議な女性でもあり、まじないにもたけている。というのも、まじないにて蛇を殺し、木に止まろうとする鳥を落とすなどするのを、この佐々木君はよく見せてもらっていたのだ。 昨年の旧暦正月十五日にこの老女はおしら様と呼ばれる神の話を語った昔あるところに貧しい百姓がいた妻はなく美しい娘が一人いたまた貧しいながらも 一頭の馬を大切にあしなっていたさてこの美しい一人娘は馬を大層めでており夜になれば馬屋へ行ってそこに寝ておりなんとついにはこの馬と夫婦の関係になったある夜父親は事態を知り 即座に次の日に娘には知らせずこの馬を連れ出して桑の木に縄で吊り下げて一と思いに殺したその夜娘は馬がいないので父親に尋ねてこのことを知り嘆き悲しんで桑の木の下に行き今度は 死んだ馬の首にすがって飯も食わず、いつまでもいつまでも泣き続けるようになった。父親はこのなりゆきをに々しく思い、娘が馬ばかり思うのを次こそやめさせようとして、おので後ろからこの馬の首を切り落としたところ。 たちまち娘はその馬の首に乗ったまま天に登っていってしまったというおしら様という神はこの時より現れた神だといわれているまたこの馬をつり下げた桑の木の枝でその神の像をつくったとされる。 おしら様の像は3つあり三姉妹に例えられる最初にこれを作ったのが山口の大道の家であるこれを姉の神とする次に作ったのは山崎の財家で権十郎という人の家であるこの家は 佐々木氏のおばにゆかりのある家であるが、今は絶えて、おしらさまの像の行方もわからない。最後に作った妹のおしらさまの像は、今、つくも牛村にあるという。さて、これもまた、例のおひさんの語った話である。 屋内様はおしら様のある家には必ず一緒にいらっしゃる神であるしかしおしら様はいないけれどもおくない様があるという家もあるまた家によって神の像も同じではない山口の大堂にあるおくない様は木像である 山口の羽石という家の屋内様は象ではなく掛け軸である田んぼの内といわれる長者の家にいらっしゃる屋内様はまた木の象である飯出の大道にもお白様はいらっしゃらないけれど屋内様だけいらっしゃるという さて、お白様や屋内様の話をしてくれたおひでさんという老女は、熱心に念仏を唱える人だけれども、まじないが得意なだけあって、一般的なそれとは念仏の様子も違って、一種邪教とも言えるような信仰がある。信者に道を伝えることはあるけれど、 互いに厳重な秘密を守り、その作法については、たとえ親にも子にも少したりとも教えることはないらしい。また、寺とも僧とも少しも関係はなく、在家の者のみの集まりがある。集まる者たちの数も決して多くはない。 先に述べた羽石の屋内様のある家の夫人などはお秀さんと同じ仲間である阿弥陀仏の再日つまり身を清め浮上を避け精進をする日には夜中に人の静まったのを待って会合し隠れた部屋にて祈祷をする。 まじないをよくするので郷土の人々にとってこのおひでさんは一種の権威なのである遠野にはほかにも神様がいる土地内村のことばたというところは新山の沢にある家の数は五軒ばかり 小柄瀬川の支流のみなかみであるこれより土地内の民家まで二里を隔てているさてこのことばたの入り口には塚がある塚の上には木でできた座像があるこれは大体いい人の大きさで 以前はお堂の中にあったが今は雨ざらしであるこれを「かくら様という」と言うある時村の子供がこれをおもちゃにしお堂から引き出して川へ投げ入れまた路上を引きずりなどして遊んだから今は鼻も口も見えぬようになってしまった だがこのカクラ様と遊ぶ子供をしかり、今しめて、これをせするものがいたならば、子供と遊ぶ神をさまたげたとみなされ、かえってたたりを受け、病気になることもあるという。おくない様が、やしきの室内にある神なのに対して、おくがい、 それも野ざらしになっている道祖神のような存在がカクラ様であるカクラ様の木像は遠野郷のうちに数多くある土地内の西内というところにもある山口の大洞というところにもあったことを記憶する者がいる しかしながら加倉様は遠野の人が信仰する対象ではない粗末な彫刻なので衣装かしらの飾りの様子も明確ではない信仰の対象ではない不可思議な神加倉様は遠野の土地内には大小二つある。 土淵村では三つか四つあるいずれの加倉様も木でできた半身の像でなたの荒削りの不格好なものであるしかし人の顔であるということだけはわかる加倉様とは以前は神々が旅をして ご休息をなさる場所の名であったようだがその地にいつもいらっしゃる神をこのように呼ぶこととなったというさて次は山女の話である場所は前にも謎の女が出るという話の出た 広見山の離れ森であるこの離れ森の長者屋敷と呼ばれる無人の地にはこの数年前までマッチの軸にするための木の加工工場があったその小屋の戸口に夜になれば謎の女が寄ってきて 人を見てゲタゲタと笑うという怪奇現象が起きた人のいないような山奥での怪異であるから工場で働く者も気がめいりどうにも寂しさにこらえられなくなってついに工場を山口に移転させたというその後 この離れ森には木が多く茂るために今度は山中にて枕木を切り出す者たちが新たにやってきて山小屋を作ったが夕方になるとこの木こりは森の中を迷ってしまい帰ってきてから呆然とすることがしばしばあった。 このような状態になるキコリは四五人いてその後も絶えずどこかへふらふらと出歩くようになるという。離れ森にて木を切り出していた者たちが後に行ったことを聞いてみたところ何やら女が来て自分をどこかへ連れ出すのだという。 山女とおぼしき存在に連れられてゆきいつの間にか山小屋へ帰ったあとは二日も三日もまともにものを覚えていられないありさまとなったらしい怪奇現象の多々あるこの離れ森の長者屋敷長者屋敷という名前は昔 とある長者が住んでいた後であるからとされる。そしてまた近くには、ぬか森という山がある。何でも長者の家のぬかを捨てたのが、そのまま森になったのだという。この山中には、五つ葉のうつぎがあって、 その下に黄金を埋めてあったと言って今もそのうつぎのあじかを探し歩く者がまれにいるこの長者は昔の金山市であったのかこの辺りには鉄を吹いた際の鉄くずがある実際音読の金山もここから山続きで遠くはない これは佐々木氏の祖母の姉。あのおひでさんに関係する怪談めいた話である。山口の田尻長三郎という人は土淵村一番の物持ちである。当主である老人の話で、この人が四十歳くらいの頃。 例のおひでさんの息子が亡くなった葬式の夜。人々は念仏を終え、おのおの帰って行った後に、自分だけは話し好きであるので、少し遅れて出たところ、軒の雨内ちの石を枕にして、仰向けになっている男がいた。 よく見見れば見知らぬ人で、しかもなんと死んでいるようだった月が出ていた夜なのでその光で見ると膝を立て口を開いていた大胆にもこの人は死者とおぼしき男を直接自分の足で揺らしてみたけれどやはり身ろぎもしない。 とはいえ、葬式で疲れていたのもありこの死体らしき男が道を妨げ他に自分の歩ける幅もなくどうしようもないので意を決しこれをまたいで家に帰った道すがらあれは果たして本当に死者なのだろうかと気にはなったが事情は 日が明けたらまたおひでさんに聞けばよいと思い、夜が明けてから早速行ってみると、心のどこかでいぶかしんでいた通り、何の跡形もなく、また誰も他にこのような死体とおぼしき男を見たなどという人はいなかった。だがその枕にしていた石の形と場所は、 昨夜見覚えのあるとおりだったこの人いわく手をかけてみたならばよかったがやはり恐ろしくてただ足で触れただけだったので余計にあの男が一体何だったのか見当もつかないとのことであるこれも 例の田尻長三郎氏が語ったもので、他の人の階段体験である。この出来事を体験したのは、家に奉公していた山口の長蔵というもので、今も七十歳余りの老大きなであり、生きている。かつてこの人が夜遊びに出て、 遅く帰ってきた時のこと。主人の家の門は大槌方面の道に向かって立っているが、この前で浜の方から来る人に鉢合わせた。その人は季節に似合わず、雪合羽を着ていたという。 そうしてわざわざこちらに近づいてきて立ち止まるので彫像も怪しんでこの人物を見ると今度はいきなり道を隔てて向こう側へある畑の方へスッとそれて足早に姿を消したその時この彫像という人は何やらおかしいと思った。 というのもその謎の雪がっぱの人物の行った方角には畑など見えるはずもなく垣根があるはずなのださて改めてよく見れば垣根はまさしくそこにあるではさっき自分の見た雪がっぱの人が消えていった風景 あの畑そしてその人物は一体何だったのだろうか急に恐ろしくなってこの人は家の中に飛び込み主人にこのことを語ったが後になって聞くところによるとこれと同じ時刻に新萬村のとある者が浜からの帰り道。 馬から落ちて死んだとのことである。次の話も田尻長三郎氏の語ったもので、先の長三という奉公人。その父もまた名を長三と言うそうだ。何でも代々田尻家の奉公人で、その妻と共に仕えていた。 この彫像という人もまた若い頃夜遊びに出てまだ酔いのうちに帰ってきた時のこと角の口から入ると屋敷の前に立っている人影があった懐に手を入れ筒袖の袖口を垂らし顔はなんだかぼーっとしてよく見えない さてこの長三さんの妻は名をお常という。そして今彼の目の前に立っている怪しい男のそぶりを見てさてはお常のところへ来た呼ばい人ではないかと思いとっさにこの謎の男につかつかと近づいていったところがこの正体不明の男は平然として 奥の方へも逃げず。帰ってこちらの方へ戻ってきて、右手の玄関の方へとだんだんに近寄ってきたので、さすがに、亭主を馬鹿にするなと、長蔵さんは腹立たしくなって、さらに自ら進んでゆくと。その男は、懐に手を入れたまま、今度は後ずさりして、 玄関の戸の三寸くらい開いたところからスーッと中へ入っていったしかし長蔵さんはなお不思議とも思わないでその戸の隙間に手を差し入れて中を探ろうとしたのだが中の障子は閉まっていたおやと思ってよく考えてみると こんな狭いところへ人が入れるわけもなく、元より中の戸は閉まっているのであるから、かの怪しい男が出入りできるはずもない。ではあの男は一体何なのだろうかそもそもあれは人間なのだろうか 長蔵さんはここへ来て初めて恐ろしくなり少し引き下がろうとして上の方を見るとなんと先ほどの男は玄関の壁にピタッと張り付いてこちらを見下ろすようにその首は低くうなだれこっちの頭に触れるくらいまで近くに垂れ下がりその目玉は 一尺以上も飛び出しているように見えたと,いうとはいえこの時はただただ恐ろしかっただけでこの怪異は何事の前兆でもなかったそうだこのように長者である田尻長三郎氏の家では不可思議な出来事が生じたわけであるが 右の話をよく理解するためには、田尻家の家の様子を示しておく必要がある。遠野一号の家の建て方は、どこもこれと同じような造りである。門は、この家のは北向きだけれど、通例は東向きである。馬屋のあるあたりに門がある。 門のことを城前と言う。屋敷の周りは畑で、屋敷をすべて取り囲むような垣根はあまり設けない。主人の寝室と家の者たちの生活するところとの間に小さな暗い部屋がある。これを座頭部屋と言う。 昔は家に宴会があれば必ず座頭を呼んだこれを待たせておくための部屋であるこの地方を旅して最も心に留まるのは家の形がいずれも鍵の手の形をしていることだ田尻家も例外ではない この話も、田尻家の奉公人の見た謎の男を彷彿させるもので、これを聞いたのは、田尻長三郎氏の息子である。土地内の野崎というところに、前川万吉という人がいた。二三年余り前に三十ほどで亡くなった。 亡くなる二三年前の六月の蒸し暑い晩のことである。夜遊びに出て帰った時に角の口から周りへに沿ってその隅まで来た時なんとなく壁の方を見るとこの塀にぴったりとくっついて寝ている男がいたという。 これが何とも顔色の青ざめた男であったこの出来事に大いに驚いて病気になってしまったがこれ自体は何の前兆でもなかったそうだ田尻氏の息子丸吉氏がこの人と親しかったのでこの話を聞いたという。 さてこれは田尻家の丸吉氏自らが遭遇した体験談である少年の頃ある夜今から立って便所に行こうとして茶の間に入った時のこと座敷との境に人が立っているのが見えたこの人影は かすかにぼーっとしていたけれどしている衣服の縞模様もまたその顔の目鼻もよく見え髪を垂らしていたというだが確かにそこにいるのに妙に曖昧な様子でもあったその時丸吉氏はいかんともしがたい気持ちになり恐ろしいけれど そこへ手を伸ばし、その人影に触れようとしたところ、板戸にガタンと突き当たり、気づくと自分の手は殿さんに触っていたという。しかしこの時、さらに不思議だったのが、板戸に触れているはずの自分の手が影のように見えなくなり、 その上にもやのように重なって人の形が見えたそうだこの現象はなんとも不可思議な夢のようで今度はその人影の顔のところへ手をやるとまた自分の手の上に顔が見えたというともかくいつも自分の暮らす家で 普通でない出来事が起きていたのである。はたと気がつき、今へと戻り、家の人々にこのことをすぐさま話し、暗論を持ってみんなで行ってみたら、すでに誰もいなかったとのことである。この丸吉という人は近代的な人で、 礼になる人物であるまたいたずらに嘘をつくような人ではない遠野の長者の家にはいろいろな話がある山口の大道大洞万能城の家の建て方は少し他の家と異なっている 玄関は辰巳の方角すなわち東南を向いている非常に古い家であるこの家には出してみたらたたりがあるといって開けないでいる古文書のつづらが一つあるさて今度は のの話の語り手である佐々木氏の祖父が話した一昔前の遠野の様子であるこの人は70歳ぐらいで34年前に亡くなっているさてその彼が青年の頃といえば替えの頃であろうか海岸の土地には 西洋人が多数やってきて住んでいたらしい釜石にも山田にも西洋館があった船越の半島の先にも西洋人が住んでいたことがあるキリスト教は内密に行われ塔の号にてもこれを信じて貼り付けになった者がいる 浜に行った人の話でよその国の人たちはよく抱き合ってはなめ合うものだなどということを今でも話題にする老人がいるそれで海岸地方には根結の子がなかなか多いということである少し込み入った話ではあるが 土淵村の柏崎では、両親ともにまさしく日本人なのに、妙に肌の色の白い子供が二人いる家がある。髪も肌も目も、その当時、遠野の湾岸部に住んでいた西洋人の通りであるそうだ。今は二十六、七歳ぐらいなのであろう。 ごく普通の人で家で農業を営んでいるらしいただ言葉の発音も土地の人々とは違って声が細く鋭いとのことである階段には昔から息を引き取ろうとする人が 生きている間に世話になった周りの人々に、霊魂となって挨拶をしに来るという不可思議な現象が語られる。土淵村の中央で、役場や小学校などのあるところを、元塾という。ここで豆腐屋を生りわいとしているうというものは、 今三十六七歳くらいになるのだろう。さて、この人の父親が大病で死にかけていたところ、この村と小柄瀬川を隔てた下土地内で工事があって、その地固めの胴突きをするところへ、夕方に、九段の病気をしている父が一人で来て、 人々に挨拶し、俺も同つきをしなくてはと言って、時折工事の仲間に入って仕事をし、少し暗くなってから、皆と共に帰って行ったそうだ。後になって人々は、はてあの人は今大病のはずなのに、と少しく不思議に思ったが、 そのすぐ後に聞けばなんとまさにその日に亡くなっていたとのことであった人々はお悔やみに言ってあの人がやってきて仕事をしていったと今日のことを語ったがその時刻はあたかもこの病人が息を引き取ろうとする頃であったという。 これと似た話はまだ他にもある。人の名前は忘れたけれど、遠野の名の合家で、主人が大病をして、生死の境をさまよっていた頃、ある日ふと、この主人その人が、菩提寺に訪ねてきたという。和尚は定調にもてなし、 お茶などをめた。「世間話をしてやがて帰ろうとするその様子に何だか少々不審なところがあるので後から小僧を見にやらせたところ門を出てその人は自宅の方に向かって行ったが町の角を曲がって不意に姿が見えなくなったという。 しかもそこの道でこの人に会ったという人がまだ他にもいる誰に対してもちゃんと挨拶をして普段通りの様子であったがこの主人はその晩に死去していてもちろんその時は外出などできる様態ではなかった後に寺では茶を飲んだかどうか 茶碗を置いた場所を確認したところ、畳の敷き合わせに、その時の茶が全部こぼれていたという。これも死人が挨拶に来るという話である。土淵村、城賢寺は、相当州で、東の郷十二ヶ寺の触れ頭である。 ある日の夕方、村人が元塾からの道でとある老人に行き合った。この老人はかねてから大病を患っているものなので、その人はいつの間にこんなによくなったんだと老人に尋ねたら、ここに三日は気分がいいので、今日は寺へ話を聞きに行くと言って、 寺の門前で言葉を交わして別れたそうだこの条件寺でも老人が訪ねてきたのでやはり和尚が出迎えお茶を勧めしばらく話をして老人は帰っていったそうだそしてこの時もこの寺の和尚さんも なんだか妙な気配を感じて小僧に店に行かせたところ門の外で老人の姿が急に見えなくなったので驚いて引き返して和尚にそのことを話したというそしてこれまたよく見ると勧めたはずのお茶は畳の間に全部こぼれていて 老人はその日、亡くなっていたという。遠野を歩き回るのは死人ばかりではない。山の神もまた、時にこの地をへめぐっていると見える。山口から柏崎へ行くには、愛宕山の裾を回ることになる。 この道は田んぼに続いている松林であり、柏崎の人家の散らばるあたりに比べると、だいぶ薄暗い雑木林である。あたご山の頂上には小さな祠があって、山景のための道は林の中にある。登山口には、 鳥居が立っていて二三十本の杉の古木があるその傍らにはまた一つのがらんとしたお堂があるお堂の前には山神の文字の刻まれた石灯が立っている昔から山の神が生まれたところと 言い伝えられている場所である。さて、和のの若者が柏崎に用事があって夕方にこのお堂のあたりを通りかかったところ、熱岳山の上の方から降りてくる背の高い人と行き合ったそうだ。はて、村の知り合いだろうかと思って、若者は。 林の樹木越しにその人の顔をめがけて歩み寄っていったそしてついに道の角でその人に追いついた若者の方は村の誰かだろうと思って声をかけようとしていたわけであるが先方は思いがけなかったようで大層驚いて この若者の方を振り返ったそうだ。そうして若者も振り向いたその人の顔が非常に赤く。目は妙に輝いていてかつあまりにも驚いた顔つきであったために。これは人間ではない。山の神だと直感し、すぐさま。 後ろも振り返らず柏崎の村へと走って逃げたというちなみに塔の号には山の神の塔が多く建っているのだがこれはかつて山神に遭遇したまたはその山神のたたりを受けた場所にて神をなだめるために建てた石の塔であり この塔のあるところはすなわち土地の者のにとっては少し恐ろしいとも言える場所なのである。山の神に出会ってもすぐさま逃げればたたりは避けられるようであるが、これと出会って天津さえ挑みかかるなどの無礼を働いた場合には、 たたりが起こることもあるようだ。松崎村に天狗森という山がある。その麓の桑畑で村の若者が働いていたとき、何やらしきりに眠くなるので、しばらくの間、畑のあぜに腰掛けて、居眠りでもしようとしたところ、 真っ赤な顔をした極めて大きな男が森の奥からぬっと出てきたというこの若者はお調子者で普段は相撲などが好きな血気盛んな男であったので見慣れぬ大男が立ちはだかって自分を上から見下ろすようにしたのが面白くなく。 思わず立ち上がって、お前はどこから来たんだと聞いたところ、大男は無然として、こちらの質問に何も答えないので、これは一つ突き飛ばしてやろうと思って、普段の力自慢のままに飛びかかって、手をかけたと思うや否や、かえって自分の方が飛ばされて、 いつの間にやら気を失ってしまったそうだ夕方になって正気に戻ったところもちろんその大男はもういない仕方なく帰った後、家の者にもこのことを話したそうださてその秋のことである はやちねのふもとへ、村人大勢が馬を引いて、はぎをかりに行き、さあ帰ろうとしたところ、この若者だけ姿が見えない。一度は驚いて探したところ、深い谷の奥で、でも足も一つ一つ抜き取られて死んでいるのを見つけたという。 これは今から二三十年前のことでこの時のことをよく知る老人は今もいるこのように天狗森には天狗が多くいるということは昔から土地の人々の知るところである山に住む不可思議な存在 山の神からたたりを受けた者は他にもいる。それは遠野の町に住む者で山々のことに詳しい人であった。何でもその人はもともと南部の断爵家の高匠をやっていたそうだ。町の人は鳥御前というあだ名をつけていた。 はやちね、六甲しの木や石や、すべてその形状とありかとを知っていたという。さてその人が年をとってから、キノコをとると言って、一人の連れとともに山へ出かけた。この連れの男というのは水泳の名人で、わらと土と思って水の中に入り、 それでわらじを作って出てくるという評判の人である。さて、遠野の町と猿ヶ石川を隔てる向井山という山から、あやおり村の続き石といって、珍しい岩があるところから少し上の山へ入り、そこで二手に分かれたそうだ。 そうして鳥御前がもう少し山を登った時のことあたかも秋の空の日陰は西の山の端がより四五軒ばかり見えている時刻だったふと大きな岩の陰に赤い顔の男と女とが立って何か話をしているところに出くわしたという。 彼らは鳥御前が自分たちの方へ近づいてくるのを見て手を広げて押し戻すような手つきをして静止したけれどもそれにもかかわらずこの人が道を行こうとしたので女の方は男の胸にすがる仕草をしたこの妙に人嫌いな様子から どうも普通の人間ではなさそうだと思いながらも鳥御前はひょうきんな人なのでこの奇妙な二人を改めて見やりちょっとからかってやろうと思ってにわかに腰に刺した切り歯を抜いて切りつけるようなそぶりをしてみたらその色の赤い男は足を上げこの人一 一気に蹴り飛ばしたと思うのだが当の本人はというとその場ですぐ気を失ってしまったので実際どうだったかわからないさて連れの男が鳥御前がいつまでたってもやってこないので探し回って谷底でこの人が気絶しているのを見つけ 必死に解放して家へ帰ったところ鳥御前は今日の一部始終を話してから改まってこう言ったそうだ「こんなことは今までに一度もなかったことだ自分はこれで死んでいたかもしれないから他の者には誰にも言うなよ」そうして本当に 三日ほどの間寝込んであっけなく亡くなってしまった家の者はあまりにその死にざまが不可思議だと言って地元の山伏の健康院というのに相談したところその答えには山の神たちが遊んでいたのを邪魔したため そのたたりを受けて死んだのだとのことであった。この人は、伊能先生などとも知り合いである。これは今より十数年前の出来事である。こうも山の神のたたりに触れた話ばかりが続くと、山神というのは、 怖いもののように思われるかもしれないが、ただ行き合うのであれば、どこか素朴な存在として遠野の人々の心に残るのである。昨年のことである。土淵村の里の子が十四五人で早寝に遊びに行き、遊びに夢中になって、 気がつくと夕方近くになってしまったので、急いで山を下っていたときのこと。ふもと近くなったところで、妙に背の高い男が、下の方から急ぎ足で登ってくるところに行きあった。その男は肌の色が黒く、目は尋常でないほどキラキラとして、 肩には朝かと思われる古い浅木色の風呂敷をかけ小さな包みを背負っていた一目見て恐ろしいとも思ったけれど子供の中の一人が「どこへ行くのですか?」とこちらからきちんと声をかけてみたところ「小国に行く」 とと答えたというしかしこの道は小国を越える方角ではないから立ち止まって不審に思っていると今すれ違ったと思う間もなくこの大男の姿はすぐに見えなくなってしまったというあれは山男だよと。 誰いうともなしに口々に言って、皆急に恐ろしくなって、そのまま走って逃げ帰ったという。山男は人にことづてをしたりもする。これは和野の菊池菊ぞという人の話で、その妻は、 上吹峠の向こうにある橋野から来た人である。さてこの妻が自分の里へ戻っている間に、糸像というその時五六歳の男の子が病気になったので、昼過ぎから笛吹峠を越えて妻を連れ帰りにかの親里へと行った。 有名な六甲子の峰続きであるので、山道は木が深く。ことに、遠野より栗橋へ下ろうとする辺りなどの道は、山道などというよりももはや、両方が切り立った崖なのである。太陽がこの崖に隠れるようにして、辺りがやや薄暗くなった頃。 後ろの方から「菊蔵」と呼ぶ人がいるので振り返ってみると崖の上の方から下をのぞいている者がいた目は赤く眼光が輝いていたこれは他の話に出てくる遠野の山男と同じである。 そうしてこの山男とおぼしき者は崖の上から「お前の子はもう死んでいるぞ」と言ってきたというこの言葉を聞いて恐ろしさよりも先にハッと思ったが気づいた時にはもうその姿は見えない。 急いで夜中に妻と一緒に帰ってみると果たしてすでに子は死んでいた四五年前のことである次は狐の話であるこれも先の菊蔵という男の体験であるこの人が 柏崎にいる姉の家に用があってゆき、そこで振る舞われた残りの餅ちをふところに入れて、あたごのふもとの林を通り過ぎたときのことである。そこで雑うつぼの陶七という大酒飲みである仲の良い友人にゆきあった。 その場所は林の中だったけれど、少しだけ芝生のあるところだった。東七は妙にニコニコとして、その芝生を指さして、ここで相撲を取らないかと言う。いつもの悪ふざけだなと思った菊蔵は、これを承諾し、二人はこの草原にて、 しばらく遊んだのだが、この灯七が本当に弱く、あまりにも軽々と自由に抱え上げては投げられてしまうので、面白いままに三番まで勝ちを取った。灯七曰く、今日はとてもかなわない。さあもう引き上げようか。と言って、その場で別れたそうだ。 さて四五軒も行った後ふと気づいたところ懐のあの餅が見当たらない相撲を取った場所へ戻って探してみたけれども見つからないここで初めてあれは狐ではないかと思ったけれど自分が狐に化かされて相撲を取ったなどは外文もあるので 人にはあえて言うまいと思った。それから4、5日の後、酒屋で当の本人である党七に会って、その話をしたところ、俺がそんなところで相撲など取るものか。だいたいその日は浜へ行っていたんだ。と言って、これはいよいよ。 狐と相撲を取ったことが明るみになった。しかし菊蔵はなお他の人々には包み隠していたが昨年の正月の休みに人々が酒を酌み交わしふとした流れで狐の話になった時「俺も実は」と菊蔵はなんだかつられて 狐に化かされたことを白状し皆に大層笑われたそうだ狐が人間の持ちを求めたように不可思議な霊力を持つ自然物を人間は時に求めるものである松崎の菊池という名の 今年四十三、四歳の男の話である。この人は庭作りが上手で山へ入り草花を根元から掘り起こしては自分の庭に移し植え。形の面白い岩などは思いのをいわず家に担いで帰るのを常としていた。ある日、 少し気持ちが塞ぐので家を出て気分転換に山で遊んでいたところ今まで見たこともない美しい大岩を見つけたといういつもの道楽なのでさあこれを持ち帰ろうと思って持ち上げようとしたが非常に重いあたかも 人の立っているような形をしており、岩の高さもほとんど人間と同じくらいであった。しかし、欲しさのあまりこれを背負って我慢して、実験ばかりも歩いたが、気の遠くなるぐらいに重いので、その時になってようやく怪しいと思い、自分の気持ちを鎮めるためにも、 道のかたわらにこの岩を立てて少しもたれかかるようにして休んでいたところ何だか妙な気分になりそのままこの岩とともにすっと空中に上りゆく心地がしたという雲よりも高く登ったかと思ったが 実に明るく清らかなところであたりにいろいろな花が咲きしかもどこからともなく大勢の人の声も聞こえてくるしかしこの岩はますます上昇しついには登りきったのかこの人自身にもとうとう自分がどこにいるのか 何も分からなくなったその後時が過ぎて気づいた時にはやはり以前のようにこの不思議な岩に持たれたままであったとても魅力のある岩石ではあるがこのような岩を人間ごときの家へ持ち込んでは どんなことが起こるかわからないと岩を置いて恐ろしくなって逃げ帰ったそうだだからこの岩は今も同じところにあるそれでこの人はたまに山への道すがらこれを見て再び欲しくなることもあるという。 人の中にもまれに不可思議な存在がある遠野の町に吉子馬鹿バカと言われる三十五六になる男がいたこの男は人よりもだいぶ愚鈍で一昨年までは生きていたさてこの男の癖は路上にて 木の切れくずなどを拾い、これをひねってつくづくと見つめ、またはこれを嗅ぐことである。この男はまた人の家に行っては柱などをこすり、そのこすった手の匂いを嗅ぎ、なんであれ目の先まで持ってきてはニコニコとして折々これを嗅ぐ。 何か普通の人間のわからないさまつなことを嗅ぎつけているようでもあった。またこの男は往来を歩きながら急に立ち止まり、石などを拾い上げ、これをあたりの人家に打ちつけ、けたたましく火事だ火事だと叫ぶこともある。 しかも奇妙なのはその晩か次の晩かいずれにせよ近日中にこの男に物を投げつけられた家は本当に火事になるという。同じことが幾度となくあれば後にはその家々も注意して予防をすることもできようがついにこのよし公に言われて を免れた家は一件もなかったという現世とあの世との境目をさまようときに人は独特の体験をする家出の菊池松之丞という人が旧世の病にかかり幾度も もう息を引き取ろうかというとき、その人は唐突に自分は田んぼに出て菩提寺である寄生院へ急いで行こうと思い立ち。実際その人は寝ている自分の足に少し力を入れてみたところ、図らずも勢いよく空中に飛び上がり、 だいたい人の頭ほどのところを次第に飛び越えてゆき、また少し力を入れて宙へ舞い上るのを繰り返しながら寺へと向かったという。夢かうつつか、なんとも言えず心地よかったそうだ。さて次第に寺の門に近づくにつれ、 何やら人が群がっているのが見えたそうだどうしたことだといぶかしみつつ門を入ると赤い消しの花が咲き満ちて見渡す限りに広がっているいよいよ心地がいいこの花畑の間に亡くなった父親が立っていた お前も来たのか、と言う。これに何か返事をしながらさらに行くと、以前亡くした自分の息子もいて、父ちゃんもここへ来たか、と言う。お前はここにいたのか、と言いつつ、息子に近寄ろうとするけれども、幼い息子は、 今来てはいけないよというこの時門の辺りで騒がしく自分の名を呼ぶ者がいていい気分を邪魔されてうるさいことこの上ないけれど無視するわけにもゆかずどうしようもなく身も心も重くいやいやながら引き返したところ正気に戻り 自分が熱にうなされ、今しがた死にかかっていたところであるのを悟ったという。親族の者がより集って水などをかけ、呼びかけて生かしてくれたという。遠野の土地はごく普通の風景であっても、 どこか隔離を思わせる。というのも、道の脇に山の神、田の神、冴の神の名を掘った石を建てる。これはこの土地ではいつものことであり、遠野には神が息づいているように思われる。また、早ち根山、 六甲子山の名を刻んだ石は、遠野号にもあるけれど、浜の方により一層多くある。物悲しい話もある。土淵村の助役、北川清という人の家は、火石というところにある。代々の山伏で、 祖父は制服員といい学者で著作も多く村のために尽くした人であるさて清という人の弟である福次という人は海岸の田野浜へ向こうに行ったしかし千年の大津波に遭い妻とことを失い 生き残った二人の子とともに、元の屋敷の地に小屋を建て、一年ばかりそこにいた。夏の初めの月夜の晩、その人は便所に起きて出たが、遠く離れたところにあって、行く道も波が打ちつける渚なのである。 霧の立ち込める夜でその霧の中から男女二人がこちらに近寄ってくるのが見えたしかも目を凝らしてよく見ると女の方はまさしく亡くなった自分の妻だったという思わずその後をつけてはるばると船越村の方へ行く先の 洞窟のあるところまで追いかけ妻の名を呼ぶと振り返ってにこっと笑ったそうだ男はというとこれも同じ里のもので津波で死んだものだった実はこの男は自分が婿に入る前に 妻と互いに深く心を通わせていたと風の噂に聞いていた男なのであった幽霊とおぼしき妻はこの人に向き直り今はこの人と夫婦になっていると言ってきたせっかく顔を見れたのにこのように言われて なんだかやりきれなくなってこの福治という人は亡き妻の幽霊に向かって「おいお前は自分の子供が可愛くはないのか」と言った女は少し顔の色を変え気づくと泣いていたそうして死んだ人間がこうもはっきりと 生きている自分に対して、よその男と一緒にいるなどと、物を言うはずもなかろう。何か自分の幻想、苦しい思い込みなのだと考え直し、改めて悲しく、情けなくなって足元を見ている間に、普だんの男女は再び足早にそこを立ち退いて、おうら行く道の山陰を曲がって、 いつの間にやら見えなくなっていたというそれでも妻を忘れられない気持ちもあり追いかけてみたがふと死んだ者を追っても無駄だと気づき夜明けまで道の真ん中に立ってぼーっとして朝になってから帰ったそうだ その後この人は長いことを伏せていたというこれも海辺の物語であり船越の漁師の体験であるある日彼が仲間の者と共にキリキリという浜辺から帰る時のこと 時刻はすでに夜遅く四十八坂の辺りを通ったところ小川のあるところで一人の女に行き合った見覚えがあるなと思ってよく見ればなんと自分の妻であるしかし妻がこんな夜中に一人この辺りへわざわざやってくる道理もないので これは絶対に化け物だろうと思いを定め、にわに魚り包丁を持って、その女の背中の方から、えいとさし通したところ、悲しい声を立てて、その女は倒れた。しばらくの間、女はそのまま死んだように横たわっており、 なかなか正体を表さないのでさすがに気になってひょっとしたら本当に我が妻をあやめたかもしれないと気が気でなくなりあとのことを連れの者に頼んで自分は勢いよく走って家へ帰った家には明かりが灯っており妻はというと 何事もなく生きており家で待っていたしかし夫の顔を見るなりすがりついてこう言った「ねえ今恐ろしい夢を見たんだよあんたの帰りがあんまり遅いんで夢の中で途中まで見に行ったところで山道で誰ともわからないものにいきなり脅されて」 包丁で命を取られると思って目が覚めたんだ妻の思いが念となってもののけに乗り移ったようにも思えた「さては」とガテンが言ってこの人は再びさっきの場所へと走って引き返してみると果たして先ほど殺した女は 連れの者が見ている最中、突然一匹の狐になったというつまり人間が夢で野山を行くときにはこの獣の実を借りることもあると思われる今度は狐が人の体を借りようとする話である とある旅人が豊真村を過ぎ、夜更けになり、疲れたので、知り合いの家に灯火が見えたのを、これ幸いと思って、入って休息させてもらおうとした。主人は旅人を快く迎え入れたが、二言目にはすぐにこう言った。いい時に来た。 今日の夕方に死んだものがあって、この家に寝かせてある。でも、俺は出かけなきゃならないから、留守を預ける人がいなくて、どうしようかと思っていたところだ。人の泣きがろを誰もいないところに置いておくのは不吉だから、どうかしばらくの間頼む。さて、それだけ言うと、囚人は。 人を呼びに行くために出て行った。よくよく考えたら迷惑千犯とも言える話だけれどこちらも宿を借りて休みたいわけだから検討の余地もない。気味が悪いが仕方なくいろりのそばに腰を下ろし一人たばこを吸っていたところ。 死人は老女で奥の方に寝させてあるのだがふと見ると床の上にムクムクと起き直っているではないかこれには旅人も肝がつぶれたけれども必死に心を沈め静かに辺りを見回したところ流し元の水口の穴から きつねのようなものが顔を出しているのが見えた。どうやら顔を突っ込んでしきりにこの死人の方を見つめていた。さてはこいつと旅人は身を沈めひそかに家の外へ出て瀬戸の方に回ってみるとまっさしくきつねで。 首を流し元の穴に入れ後ろ足をつま先立てていたこのように人の死体を狐は使おうとするのであるよってこの人はムが獣にけがされないようにあり合わせの棒を持ってこれを撃ち殺した。 人と狐はよく鉢合わせをするが、人と神とはうかつに鉢合わせてはならない。正月十五日の晩を小正月という。宵のほどは子供らは服の神と称して四五人で集い、小さな袋を持って人の家を巡り、 明けの方から服の髪が舞い込んだと唱えて、大人たちから餅をもらう習慣がある。一方、酔いを過ぎれば、この晩に限っては、人々は、大人であれ子供であれ、決して戸の外に出ることはない。というのも、小正月の夜半過ぎは、 山の神が舞い出てそこここを遊ぶと言い伝えられているからである山口の丸子たちにおまさという今三十五六歳の女がいる彼女がまだ十二三歳の時のことであるどうしたわけだか ただ一人で小正月の服の髪に出てところどころ歩いて餅をもらいすっかり遅くなってしまい寂しい道をぽつんと帰っていた時向こうの方からやたらと背の高い男が来てゆっくりとすれ違ったというその顔はとても赤く 目は尋常でないほど輝いていたらしい。これは山の神だ。人間が見ていいものではない。と思い、餅の入った袋を放り捨て、すぐさま家へと逃げ帰り、しばらくの間は大いに寝込んだという。このように、いつもとは違う夜には、 いつもと違う不可思議な存在がいるとされる。遠野では小正月の夜、または小正月でなくとも、冬の満月の夜は、雪女が出てきて野山に遊ぶと言われている。子供をたくさん引き連れてくると言う。さて、里の子供は、 冬は近辺の丘に行き、そり遊びをして、その面白さのあまり、気がつくと夜になっていることがある。けれども、小正月、あるいは十五夜に限っては、雪女が出るから早く帰れと、大人たちから戒められるのはいつものことである。しかし、その割には、 雪女を見たというものは実は少ないのである。小正月の晩には人々は家にこもる。といっても実は行事がとても多いのである。月見というのも小正月の晩に行われる占いである。やり方は まず六つのクルミの実を十二に割って、それを一度に炉の火にくべて、また一度にこれらを引き上げ、さらに思うままにさっと一列にして、右から順番に、正月、二月、三月と数えていくと、満月の夜に晴れになる月のは、 くるみがいつまでも赤く十五夜に曇る月のものはすぐに黒くなるとされるまた風のある月にはフうフうと音を立ててこのくるみについた火が震えるといわれている不思議なのが幾度繰り返しても同じような結果となるそうだ。 この月見と呼ばれるくるみ占いで、村中どの家でも、ほとんど同じ結果を得るのは妙である。それで小正月の翌日は、村の人々は、顔を合わせればこのことを語り合い、例えば、8月の十五夜が風と出ていれば、その年の稲の借り入れを急ぐという。 これはいわゆる五穀占いであり諸国で行われている他にも小正月の占いがある夜中身という農業の出来不出来を占うもので小正月の晩にいろいろな米で餅をこしらえてこれを鏡餅として丸くし 同種の米を禅の上に平らに敷き、この鏡餅をその上に伏せる。さらに鍋をかぶせ一晩置いて、翌朝これを見る。餅についた米粒の多いものが、その年は豊作になると言って、早く実る稲、中ぐらいに実るもの。 おそざきといった作る米の種類を選定するときに役に立つとされる。さて自然現象にも遠野の不思議がうかがわれる。海岸地域の山田というところでは新気楼が毎年見えるという。他と違うのは この地域の蜃気楼の映し出す風景が常にどこか外国の街中であるらしいという点だ。これを見た者はその見慣れぬ都の様子を路上に馬車が多く人の往来も目覚ましいばかりだと語る。そうして 年ごとに蜃気楼は発生するが、見える風景はいつも同じ異国の街だそうだ。家の形など少しも変わることはないという。遠野には遠い異国と土着の神とが混ざり合ったような話もある。 上郷村に川っぷちのうちと呼ばれる家がある。この家は、早瀬川の岸にある。この家の若い娘がある日、河原に出て、きれいな石を探しては拾っていたところへ。にわかに見慣れぬ男がやってきて、木の葉とか何やらを この娘にくれたそうだ男は背がめっぽう高く顔は朱色のような人であったというさてこの娘はというとなんとこの日から突然に占いの術を心得たそうであるどうやらこの山男めいた男は もとは異国の男であったようであるがやがて山の神の子供のような存在となりその時は山の神としてこの娘の目の前に現れたとされる山の神と占いとはつながりがあるようだ実際に 山の神が乗り移ったと言って占いをする人はところどころにいる。つくもし村にもそのように占いをする者がいる。その人の本業はというと、木こりである。また、柏崎の孫太郎という人も神がかりとなって占いをするそうだ。 何でもこの人は以前は発狂して魂を抜かれたようになり、ある日山へ入って山の神から占いの術を得た後は不思議と人の心の中を読めるようになっていたという。本人も驚くばかりであったそうだ。 その占いの方法は世間のものとは全く異なる。何の書物をも見ず、頼みに来た人と世間話をし、その中でふと立ち上がって、居間の中をあちこち歩き出す。と思うとほどなくして、その人の顔は少しも見ないで、 心に浮かぶことをただただ言うと言う。外れることはない。例えば、お前の家の板敷きを切り離し土を掘ってみろ。古い鏡か刀の折れたものがあろう。それを取り出さねば近いうちに人が死ぬとか家が焼けるだろう。 などと言うそうだそうしてこのようないささか当てずっぽうとも思われる話であっても来た人が帰って自分の家を掘ってみると必ず言われた通りのものがあるというこの類の事例は両手の指では足りないほどである 殿の行事は正月ばかりではない盆の頃には雨風祭りという祭りがある藁で人よりも大きな人形を作ってこれを送ってゆき別れ道に立てる紙で顔を描き瓜で陰陽の形を作り添えたりする 虫祭りの藁人形にはこのようなことはなく、その形も小さい。雨風祭りの檻は一部落の中から、遠屋と呼ばれる祭りの頭となる人や家を選定し、里の者たちはそこに集まって酒を飲んだ後、一度笛や太鼓で、 この藁人形を道の辻まで送ってゆく。笛の中には霧の木で作ったほらなどがある。これを高く吹く。さてその時の歌は、二百十日の雨風祭るよ、どちの方さ祭る 北の方さまつるという。神の像はわら人形ばかりではない。権下様というのはかぐら舞の組ごとに一つずつ備えられる木彫りの像である。獅子頭とよく似ているが少し違う。 これには霊力が宿っており、大変ご利益のあるものなのである。新張の八万社代の神楽組の権ゲ様と、土淵村五日市の神楽組の権ゲ様とは、かつて道中で権ゲ様同士が争いをしたことがあるという。そうして、 にばりの権下様が負けて片耳を失ったといって今もその片方の耳がない毎年村々を待って歩くのでこれを知らない者はいない権下様の霊剣は特に日伏せにある右の八幡の神楽組は かつてつくも志村に行って日が暮れてから宿を取らせてもらおうとしたところある貧しい者の,の家が快く止めてくれることになったのでごますを伏せてその上に権下様を座らせておきこれを担いで歩いていた人々は横になったところ夜中に。 ガツガツと物を噛む音がするので、驚いておきてみれば、この家の軒キハタに火が燃え移っており、あわや火事となるところを、マスの上にいるゴンゲサの像が、飛び上がり、飛び上がりして、必死に火にくらいついて消していたらしい。このようにゴンゲサは、人間にと 心優しい神なのである例えば子供で頭に病気のある者はよく権ゲ様を頼りその病を権ゲ様にかんで薬払いをしてもらい治してもらうことがあるそうださて人間とて いつまでも生きて現世にとどまるわけではない。山口、飯出、つくもの荒川東然寺、および日渡り、また青笹の中沢、ならびに土淵村。これらの地域にはともに壇の花という地名がある。 段の花とはおそらく丘の上にて塚を築くための場所であろう。境の神を祀るための塚であると信じられている。つまりあの世を思わせる地名なのである。そうしてその近くにこれと相対するように必ず 連代のという土地があるすなわち連代のはあの世の手前を意味する場所なのではなかろうかというのも昔は六時を超えた老人はすべてこの連代のへと追いやる習わしがあったかといっていくら年老いているとはいえ そのまま死んでしまうわけにもゆかないので日中は里へ下り普通に農作業をして何とか細々と生きていたようだ。そのため今も山口や土淵の辺りでは朝に野良仕事に出るのを墓立ちつまり墓から立ち上がって出てゆくことを表し。 夕方に野良仕事から帰ることを墓上がりというらしいこの世でありながら不可思議な場所でもある檀の花は昔盾があった時代には囚人を切った場所でもあるというそれだけではないここはそれよりもさらに古代から 人のいたと思われる独特な場所で、土器もたくさんに出土する。地形は山口のも土淵、井出のもほぼ同様で、村境の丘の上にある。ちなみに仙台にもこれと同じ地名がある。 さて山口の壇の花は大洞へ越える丘の上にて縦跡からの続きである連大野はこれと山口の住宅地を隔てて向かい合っている連大野の四方は全て沢である東は壇の花との間の低地 南の方を星谷という。ここには、蝦夷屋敷と呼ばれる四角に凹んでいる土地が多くある。その後は極めて明白である。そしてまた、先にも述べたように、たくさんの石器が出土する。このように、 古代の石器や土器の類の出るところは山口には二箇所ある。もう一箇所は法隆というところである。ちなみに法隆権限という神がいる。これは塔のはじめ王羽一円に祀られている蛇の神である。 さて、ここの土器と連大のの土器とは様式が全く異なる。連大のの方は技巧が少しもなく、一方、法隆のは模様なども巧みである。埴輪もここから出る。また、石斧や石刀の類も出る。 さらに連大のには蝦夷線といって土で銭の形を作った直径に寸ほどのものが多く出るこれには割合単純な渦模様がある放流には丸玉果玉も出るここの石器は精巧で石の質も一致しているが 連ののは原料はさまざまである法隆の方は何の跡ということもなく狭い一丁ほどの場所であるしたには底の方は今は田んぼとなっている蝦夷屋敷はこの両側に連なってあったという。 この辺りを掘ればたたりがあるという場所が二箇所ほどある。不思議な土地は他にもある。和野の城塚森というところにも妙な言われがある。何でも像を埋めた場所であるという。そうして、 ここだけは地震がないと言って近辺では地震の時には上塚森へ逃げろと昔から言い伝えられているさて像を埋めたと言われているがこれは正確には人を埋めた墓であるこの塚の巡りには堀がある 塚の上には石があるこれをあえて掘ったりするとたたりがあるというあの世を思わせる山口の壇の花は今は共同墓地である丘の頂上にうつぎを上巡らしてその口は東に向かって開かれた門口のように見える その中ほどに大きな青石がある。かつて一度気になってその下を掘った者がいたそうだが何も発見できなかったという。その後再びこれを試みた者は大きな亀があるのを見つけた。これを知った村の老人たちは大いに叱り、 亀をまた元のところに戻しておいたというどうやら古き時代の盾の主の墓であろうとのことであるここに近い盾の名は「盆さんの盾といういくつかの山を掘り割って水を引き三重四重に 森を取り巡らせてある寺屋敷砥石森などという地名もある井戸の跡とされる石垣も残っている山口孫左衛門の祖先がここに住んでいたというさて おとぎ話の始まりはむかしむかしという。遠野のおとぎ話には山母の話が最も多くある。山母とは山マウのことと思われる。そのひとつふたつを次に記す。 昔々あるところに、トトとととがが、すなわち、父と母がいた。この家には、一人娘もいた。さてある日のこと、娘をいて、両親は、町へ行くと言って、誰が来ても戸を開けるなよと今しめ、鍵をかけて家を出た。 娘は何とも心細く、一人炉の火にあたり、小さくなって座っていたところ、真、ま、っ昼間に戸を叩いて、ここを開けてと呼ぶ者がいた。しかも、開けないのならば蹴り破るぞと脅すので、しょうがなく戸を開ければ、入ってきたのは山母であった。山母は、 炉の横に座し、踏ん張って火に当たり、飯を炊いて食わせろと言う。娘はもうびっくりしてなすすでもなく、その言葉に従い、禅を支度し、山母に食わせ、その隙にさっと家を抜け出したところ、山母は飯を食い終わって、なんとこの娘を追いかけてきた。 だんだんその感覚が近くなり、今にも背中に手が触れそうになったとき、山の陰で芝を刈る沖縄に遭遇した。娘は、オラは山母に追っかけられている。隠してくれよと頼み、刈り置いた芝の中に隠れた。山母は沖縄のもとへ訪ねてきて、 娘がどこにかれたかと芝の束をどかそうとして芝を抱きかかえたまま山から滑り落ちたその隙に娘は逃げ出しここをまた今度は茅を狩る翁に会う「おらは山母に追っかけられているんだよ隠してくれよ」と頼み 借り置いてある蚊帳の中に隠れた。山母はまた尋ねてきて、娘をどこに隠したかと言って、蚊帳の束をどきようとして、蚊帳を抱えたまま山から滑り落ちた。さあその隙にまたここを逃げ出して、娘は大きな沼の岸に出た。 これより先は行ける方向もないので、沼の岸の大木の小に登った。山母はというと、どこ行った、逃がすものかと言って、沼の水に娘の影の映るのを見て、すぐさま沼の中に飛び込んだ。この間に娘は再びここを走り出て、 笹小屋があるのを見つけ中に入ってみると今度は若い女がいたこの人にも同じことを告げて石のウドの中へと隠してもらったそのところへ山母はまた飛び込んできて娘の居場所を聞いたが女は平然として「知らない」と答えたので山母は いや来ないはずがない人間臭い香りがするもの」と言い返す。女はこれまた「それは今雀をあぶって食ったからでしょうよ」。といえば山母もこれには納得して「そんなら少し寝る」。石のウドの中にしようか木のウドの中がよいか。 石はめたいし木のからうどの中にしようと言って木のからうどの中に入って眠り始めた。さてこの家の女は木のからうどに鍵を下ろしかくまっていた娘を石のからうどより連れ出しおらも山母に連れてこられたものだから 一緒にこれを殺して、里へ帰ろう、と言った。そこで意気投合し、霧を赤くなるまで焼いて、木の唐うどの中に思いっきり差し通した。だが山母はそうとも知らず、ただ一言、ハツタネズミが来た、と寝言のように言って、まだすやすやと眠っている。 それから湯を煮立ててその焼き切りの穴から目いっぱいに注ぎ込んでついに山母を殺し二人ともに親の家へと帰った。さて昔々の話の終わりはいずれも「これでどんど晴れ」という言葉を持って結ぶなり。 昔昔、これもあるところに、とととガガがいて、売子姫と呼んで、大層かわいがっていた娘の嫁入り自宅を買うために、町へ出て行くと言って遠しめ。誰が来ても飽きるなよと、この娘に言いつけて出て行った。昼の頃、山母が来て、 扉をこじあけ、娘はというと逃げる間もなく、取って食われてしまった。さらにはこの山母、なんと娘の皮を引き剥がし、これをかぶって娘になりきって、両親の帰ってくるのを待っていた。さて夕方、二人の親が帰ってきて、 売子姫やと、門の口より呼ぶと。いますよ、早かったね、と、娘の答える声がする。確かに売子姫はいる。両親はと言うと、買ってきたいろいろな嫁自宅のものを見せて、かわいい娘の喜ぶ顔を見て満足した。 次の日夜の明けた時家の鶏が羽ばたいて「ぬか屋の隅っこ見ろじゃ」と意味ありげになくはてなんだかいつもと違う鶏の鳴きようだなと両親は思ったその日は嫁入りの日であった早速マナ娘を花嫁姿に飾りつけ さあ送り出すと言って、実は山母であるうりこ姫を馬に乗せ、今や引き出そうとするとき、また鶏が鳴いた。その声は、うりこ姫を乗せねえで山母乗せたと聞こえたのである。しかもこれを鶏が散々んん繰り返して歌ったので、 さすがの両親も心づき、一見娘のように見える山母を馬から引きずり下ろし、かぶっていた革をひっぺがし、おぞましい鬼馬であるのを悟って、これをひと思いに殺した。それから鶏の言うとおり、ぬかやの隅を見に行ったところ、 本当のリコ姫である娘の骨がたくさんあったという娘が主人公のおとぎ話は他にもある灰かぶり姫と同様な紅皿・かけ皿の話も遠野号で語られるただかけ皿の方は その名を遠野ではぬかぼという。ぬかぼとはうつぼのことである。とてもざっくり話すと、とある娘がママ母に憎まれたけれど、神の恵みがあって、ついに長者の妻となる話である。エピソードには、いろいろの美しき絵になる場面がある。 しかし、長くなったので、これはまた、別の機会に話すことにしよう。